結局ビジネスとかマーケティングとかでもね、よく売れてる営業マンの特徴として挙げられるんですけども、商品を売るのが上手い人とか、物を売るのが上手い人っていうのは、みんなこれはね、無意識問わず、心理トリガーやっぱ使ってるんですよ。で、これ自身は、僕自身もね、日々の結構 YouTube ライブとかもそうだし、昔僕自身がセミナーやってきた時とかは、この心理トリガーっていうの結構やっぱバンバン使ってたわけですね。今でこそ僕は無意識でね、こういうの使ったりもしてるわけですけども、こういうのは例えば政治家さんとかね、やっぱパブリックスピーカーと言われてる人であったりとか、人を扇動する人とかね、経営者とか、そういった人っていうのはやっぱりみんなこの心理トリガーを使っていると。でね、じゃあこの心理トリガーっていうのを使うことで、今の自分の売り上げっていうのを下手したらね、1.5倍とか2倍以上に、今の同じリスト数であったとしても、そこからね、LINE アットの反応率を爆発的に上げることで、そこからね、より成約率が上がって、ね、今までリーチできなかったお客さんにも自分の商品を買ってもらえるようになったりとか、あとはね、営業での成約率が爆発的に上がります。じゃあこの心理トリガーっていうのを、どういうふうに使っていけばいいのか、そして心理トリガーってそもそも何なのかっていうのをね、ちょっとご説明を簡単にさせていただこうかなというふうに思うんですけども、もう心理トリガーってのはね、いわゆる心を動かすための引き金になるわけなんですね。心を動かしていくための引き金。で、これはいわゆる、皆さんであればお客さんにね、来店してもらいたいとか、商品を買ってもらわないといけないということになりますので、ってなった時に、この購買意欲っていうのを自然にね、いやらしくなく、自然にかき立ててあげる必要があるわけなんですよ。で、いわゆるこれ優秀な営業マンとか優秀なセールスマン、マーケッターっていうのは、お客さんにね、気づかれない形で自然にね、購買意欲を引き出すことができる天才なわけですよね。だから逆に言うと、インターネットをいろいろね、使い回して、そして商品を販売、爆発的に売り上げ上げられる人っていうのは、やっぱりこういうところが上手かったりするわけですよ。で、このじゃ心を動かすための引き金っていうのはね、どういうのがあるのかっていうのを今日ね、ちょっと皆さんにご紹介をしていきたいと思います。で、今日3つね、ご紹介していきたいと思うんですけども、本当はね、この心理トリガーって、いっぱいあります。いっぱいありますので、もっと深く知りたいよっていう方とかね、その専門書とかを実際読んでみるっていうのもいいと思いますし、本当にいっぱいあります。でも、その中でも今回は皆さんが今すぐに使える、そして比較的使う場面、シーンっていうのが多い、3つのね、心理トリガーについて今日はね、お伝えをしていきたいと思います。例えば、今買ってくれたら何十パーオフですみたいなっていうのもありますし、例えばネット通販とかでよくありますよね。今買ってくれたらこのクロレラ30%オフですみたいなね。そう、人って結局損したくない生き物なんですね。で、この人間のってどういう風な感情の生き物なんだろうって、人ってのはどういうものに対して、どういうシチュエーションの時にどういう反応する習性があるのかっていうのを知ってないといけないわけですね。皆さん、マーケッターとして。で、あと、まず1個目、人は損したくない生き物。で、これどういうことかっていうと、多くの人はね、よくね、得を売ったりするわけなんですよね。例えば、じゃ保険を売る時もそうじゃないですか。なんか保険、これは保険入るといいですよ、みたいなね、売り方をする。この保険、うちの保険はよその会社を使ってこんだけ安いんですよとかね、うちの保険ってのは月々たったのね、2000円ですよみたいなね、安いじゃないですかみたいなね。で、得を結構売ろうとしがちなんですけども、こういう保険だったりとか、例えば皆さんもやったらそうです。別にダイエット系の商品でもそうだし、治療系もそうだし、エステ系とかも特にそうじゃないですか。基本的にやっぱ売り上げ上がってるとこって、得を売るよりも、未来を見せるって大事なんですけど、それよりも人って損したくないとか、不安とか、死にたくないとかね、恐怖を避けたいっていう動機の方が強いんですよ。だから、人にこうなりますよっていう未来を見せるよりも、実は危機感を煽った方が物は売れるっていう話なんですよね。で、これが例えば一昔前であれば、例えばアガリスクとかクロレラとかね、僕の母親も飲んでましたけども、健康食品とかあるじゃないですか。あれって別に半年間とかで数十万とか結構したりするわけですよ。健康食品高いやつとかね。あんだけバカ高いものを、なんでみんなそんだけお金出して買うのかっていうと、別にお金なくても買うんですよ、みんなね。なんでかって言うと、やっぱりそれによって、僕はそのね、薬事法の専門家なのかわからないですけど、多分、そういう健康食品を買うことによって、例えば癌のリスクが下がったりとかね、青汁とかね、そういう緑黄色野菜を摂取することによって、サプリで摂取することによって、長生きできたりとかね、病気のリスクが軽減できたりとかっていう、そっちの恐怖とか不安を安心させるための鎮痛剤として、そういう健康食品っていうのはやっぱり未だに売れ続けてたりするわけですよね。であったりとかもそうだし、あとやっぱりマーケティングとかもそうじゃないですか。やっぱり今このままだったら、廃業倒産の真っ只中だと、じゃあ今から新しいやっぱ集客方法を模索しないといけないよねっていう時に、じゃあやっぱりマーケティング、 SNS マーケティングですよとか、やっぱりこのね、損したくないとか、不安とか恐怖とか、死にたくないとかね、死にたくないっていうのはもう最終形態ですけども、何か痛みを伴う、その痛みを避けたいっていう方が、人って強くやっぱり心が動くので、そこをやっぱアプローチしてあげた方がいいですよね。例えばメタボリックシンドローム、もちろん痩せてね、モテるようになってとか、痩せて仕事できるように見られたいとか、自信が持てるってのもそうなんですけど、それだけじゃなくて、例えばダイエットで悩んでる人に向けてだったら、例えば今すぐで痩せないと、こういうメタボリックシンドロームってこれぐらいの死亡率っていうのはね、実際出てますよ、データで出てますよ。だから今のうちにダイエットしないとやばいですよって言った方がいいわけですね。であったりとかもそうだし、あとはね、
あのタバコとかもそうじゃないですか。あのすよくあのね、今海外のタバコとかって皆さん知ってます？あのパッケージにあのね、バリ島とか、バリ島っていうかなんか海外のタバコとかって、あの灰が真っ黒になった写真をそのままパッケージにして売ってるんですよね。で、あれは基本的に国の方針として、やっぱタバコをね吸ってる人を減らしたいから、あのタバコ吸うとこんな最悪な未来になりますよとか、あなたの灰こんなボロボロになりますよみたいなね、っていうのを打ち出してるわけですよ。まあ僕自身も結構、僕ね昔あの結構ヘビースモーカーだったんですよ。20、21、22ぐらいの時、まあ今はほぼ吸って吸わないになりましたけども。結構そのヘビースモーカーだった時っていうのは、あの全然ね、あの別にタバコってそんな体に悪いもんなのかなって思ってたんですよ。でもね、あの実際にその僕当時そこからまあ海外旅行昔行った時に、その海外のタバコを見た時に、やばいぞと、自分もこうなってしまうのか怖いなと思って、そこからなんか徐々にやめてったみたいな、あの僕の経験があるんですけど、やっぱりね、損したくないとか不安とか、まず恐怖からまあ、あの逃げたいみたいなね、あのそういう本能って人が働きますので、まあ、これは誰か別にセールするときもそうだし、日々の配信とかもそうですよ。例えば知らないと大損ホニャララとかね、結構 YouTube のタイトルとかでも大体アクセスいってるのってこういうタイトルが多いわけですよね。あとは例えば助成金知らないと200万損する節約術とかもそうだし、節税法とかもそうだし、あの、あなたは知らず知らずに損をしているとかね。あの、あとは、例えば自己投資は将来の節約なんですみたいな。自己投資っていうとね、結構目先のお金が急に出てくから損した気分になりますけど、実は将来の節約になるんですと。逆に今のうちから自己投資していった方が将来的に見たら損しなくなりますよみたいなね、っていう説明をしてあげると、実はね、あ、自己投資ってやっぱ大事なんだっていうのが分かってもらったりするわけなんですよ。なので、まあ、こういった形でも、これ実際具体例ですけども、ぜひちょっとね使っていただくっていうのもいいんじゃないでしょうか。はい、ではね、早速次2つ目がですね、信用信頼の法則で、あのよくわからない人から物買おうとは思わないですよね。あの例えばそこら辺に歩いてるおっちゃんからいきなり100万の壺売られても、まあ皆さん買わないでしょうね。30万円の水売られても多分皆さん買わないと。じゃあ人っていうのは基本的に皆さんぜひ覚えておいてほしいんですけども、どういう時に物を買うのかっていうと、これがいわゆるですね、人っていうのは人がなぜあなたの商品を買わないのかっていうと、それは結局あなたのことを信用信頼していないからっていうのがまず根本にあるんですよね。で、その次の壁として、じゃあ100歩譲ってあなたが、まあ見た目もね、すごい爽やかだし、ちょっと信用できそうだわと。で、なったとしてもね、その営業マンのことを信用できそうだと思ったとしても、今度は次に、じゃああなたの売ってるその商品のことを信用してもらわないと、やっぱ人っていうのは購入に至らなかったりするわけなんですね。なので、じゃあこのまず自分自身とか自分の商品をまず信用、信頼してもらうってことが、物を売るためにはまず真っ先にやらなければいけないことになりますと。じゃあこの信用、信頼を勝ち取るためにはどういうふうにすればいいのかっていうことなんですけど、ここで重要になってくるのは、これがめちゃめちゃ重要なんで覚えてほしいんですけど、いわゆる単純接触効果なんですよ。実は信用、信頼っていうのは作り出すことができるんですね。意図的に作り出すことができます。まあもちろんこれだけで全て人を信用してもらうっていうのは、あの 100% ではないけれども、このいわゆる単純接触効果と言われるものです。これをうまく使うことができれば、信用、信頼っていうのは意図的に作ることができてしまうということなんですね。で、まあこれは当たり前ですけども、例えばね、1回会ったことがある人とか、初対面の人よりも、2回、3回遊んだことがある友達の方が、まあなんか話しやすかったりとかね、親しみやすかったりするじゃないですか。まあ分かりますよね、感覚的に。まあこういうことです。だから、1回しか会ったことない営業マンに物を売られたとしても、多分人って物買わないんですよ。だけどそれが2回、3回と接触を重ねていくうちに、ちょっとこの人、やっぱいい人、この人はやっぱ思ってたよりいい商品だなとかね、ちょっとこの人の話もっと聞いてみようかなっていう形で、ちょっとずつその心の、まあ、ブロックっていうのをですね、オープンにしてくれると、まあ、いうことになりますので、だから結局人ってね、見ず知らずの人が高額な壺を買わないっていう話と一緒ですよね。なので、やっぱりこの単純接触効果、これしっかりとやっぱ作っていってほしいなというふうに思います。で、これは例えば、ウィンドウショッピングとかも最たる手法で、例えば、まあ、ルイ・ヴィトンとか、まあ、エルメスとか、シャネルとかそうですけども、ディオールとかね、なんで銀座のあんな一等地にね、まあ、家賃のあんな何百万もするようなところにわざわざでっかいショーウィンドウを建てて、で、しかも見えるようなところにバッグをこうやって置いてるのかっていうと、あれによってやっぱり売り上げってめちゃめちゃ上がってるんですよ。例えば、まあ、ショーウィンドウの前に歩いた時に、例えば、じゃあ、ルイ・ヴィトンのこのバッグ欲しいなと、じゃあ思ったとするじゃないですか。でもちょっと高いしな、いや、ちょっと見ないようにしようみたいな。でも、やっぱりね、また銀座のね、もう駅前のルイ・ヴィトンとかってのは、もうあそこに何百万人っていう人が毎日通り歩いてるわけですから、あそこに来た時にまた1週間後その同じルイ・ヴィトンのショーケースの前を通った時に、いやーまたちょっと見ちゃったと、あの欲しいあのバッグがまだあると、で、まあ、いや、私は買わないと。いや、買わない、買わないって自分に言い聞かせるんですよ。でもね、いや、ちょっと待てと。まあ、ちょっとだけ、試着だけいいかな、みたいな。って感じで、ちょっとお店に入ってみて、で、店員さんにね、ちょっと一回持ってみますか、みたいな。いやー、お似合いですね、みたいな。もうみたいな。いや、でもと。今日は私は買わないと決めたからと。まあ、言ってまたバッグを戻します。で、また3日後ぐらいにまたショーウィンドウ前のケースを通るとですね、やっぱちょっと見てみようかなと。で、もう一回入ってみて気づいたら買ってしまうみたいなね。これも結局単純接触回数なんですよ。で、その人って多分そのルイ・ヴィトンのショーケースの前を2回3回歩かなかったら絶対そのバッグ買ってないですよね。
っていう話なんですよ。じゃあ皆さんの場合だったら情報発信でどういうふうにすればこの単純接触効果による信頼構築を作り出せるのかっていうと、まあこれが例えば LINE の配信の頻度とかそうですよね。まあこれは基本的にまあ2、3日に1回がベストって僕らの場合は言ったりしてますけど、うちの学科ではまあ大体2、3日に1回は最低でも LINE の配信をしましょうね。って言ったりするもそういう理由があります。ね、YouTube ライブとか YouTube とかもできるだけ毎日上げた方がいいですよ。まあライブはまあ週に1、2回ぐらいかな。で、SNS の発信は必ず毎日やった方がいいよ。インスタストーリーも毎日1投稿した方がいいよ。これなんでかっていうと、やっぱり全てはザイオンス効果なんですよね。単純接触効果です。で、結構僕もストーリーってね、まあ今一応僕も Instagram の時代はまあ外注さんに任せてますけども、でもSNS クリエイターの方に任せてますけども、僕のインスタって結構毎日にストーリーアップしてるんですよ。で、そのInstagram見て、それで周囲さんから学びたいですって言って宇宙の学科に入ってくださるから結構やっぱいるんですよね。で、未だに僕自身もインスタ今4アカウントくらいあるんですけど、そこからもやっぱ未だにリスト入ってきてるし、やっぱ売れてるんですよね。っていうのもやっぱ接触回数のやっぱ効果ってでかいので、まあこれ積み重ねではあるんですけどね。まああとは結局LINE のタイムラインとかそうじゃないですか。結構店舗系とか美容室はこれ結構効果的なやり方で、まあ LINE アットのタイムラインでね、やっぱり意図的にそういう情報を発信していくと、例えば美容室って一回そのお店行ったけど二度と行きませんみたいな人って結構いるんですよ。よくそのお店に浮気しちゃうみたいなね。でも結局それなんでかってお客さん忘れてるだけなんですよ。だからそこもやっぱ接触回数の原理と一緒で、タイムラインで、ね、自分の美容室で例えばこういうメニュー出しましたとか、そういう公の情報でもいいんですよ。パーマのやり方とかヘアケアの簡単3ステップとか、そういうのやっぱタイムラインでやると、あ、そういえばね、最近ここの美容室の高山さん会ってないなみたいなね、まあ、僕は昔引っ越す前とか当時東京のね、僕上野の美容室行ってたんです。その上野駅の美容室の高山さんっていうね、人指名してたんですよ、ずっとね。あ、そう、高山さん会ってなかったわ、みたいなね。ちょっと行こうかな、みたいな。で、本当にそこから来店したりするわけですよね。だからこの結局そのタイムラインとかもそうですけども、こういう接触回数を基本的にどうしたら最大化していけるのか、まあそれもやりすぎるとちょっとうざがれるんで、別に1日10ストーリーとか、1日3配信とか、1日3投稿とかやめてくださいねっていう話なんですけども、まあこういうところをしっかりと意識しながら、情報発信をやっていくとすごいんじゃないかなというふうに思います。で、最後がですね、3つ目の心理トリガー。これがいわゆる、まあ、人っていうのは大衆と同じ行動を取ろうとするっていう、まあ、働きがあります。じゃあそれをうまく巧みに使うことでマーケティングを応用しようと思ったらどういうふうにすればいいのかっていうと、まあ、例えばね、これよく化粧品通販とかの広告とかでよくあるんですよ。サプリメントとかね、あの芸能人の誰々が愛用しているとか、あ、じゃああの人もやってるんだったら私もやろうかなとかね、あの芸能人とか自分の大好きなキムタクが使ってるんだったらみたいなねとかもそうですね。まあ、あとは大手企業もやってるとかね。例えば、東証一部上場企業とか、東京ディズニーリゾートとかね。あとは東京カレンダーさんとかもやっている、この上場企業は大手もやっている、この LINE を使ったマーケティング手法って知りたくないですかみたいなね。あ、それだったらちょっと聞いてみようかな、ぐらいには思うわけですね。あとは、あと、ま、なんか、これ結構効果的なんですけど、これ悪用現金ですよ。悪用は現金なんですけど、気づいた人みんなやってます、みたいなね。例えば今日皆さんお伝えするこのダイエット法、実はねこれ巷で話題なんですけど、気づいた人みんなやってるんですよみたいな、とか、あとはまああなたも仲間に加わりませんかみたいなね、とか、まああとはあれですよ、実はもう気づいた人はみんなやってますと、気づいた人はこのやり方実はみんなやってるんだけども、自分一人だけ取り残されてしまったらすごい残念ですよね。だから取り残されてしまう前にぜひあなたもね一緒にこのチャンスに乗りましょうみたいな、まあ、これちょっとあんま行き過ぎるとね、ちょっと情報商材みたいなね、仮想通貨とか、MLM とかそっち系にちょっと、なんかそっちの表現になっちゃったりするんで、そこは気をつけてほしいんですけど、まあ、ただやっぱりそのね、取り残される前にとか、まあ、ぜひね、あなたも一歩踏み出してみませんかとか、僕らみたいに一歩踏み出してみませんかとか、あとは実績者のお声、例えば A さんっていう人を紹介したら、あなたもぜひ A さんみたいになるために一歩踏み出してみませんかとか、気づいた人はみんなやってますとか、今からね、先手打って、まあ、我々のようなね、結果ってのつかみませんかみたいな、まあ、そういうふうに巻き込み型ですよね。巻き込み型の提案をしてあげるっていうのはこれ結構やっぱり安心するんですよ。なのでやっぱ人って決断するときにすごいストレスを伴うから、やっぱりそこで安心させてあげるための後押しのやり方としては、やっぱりねこの大衆と同じやり方をすると、いやみんなやってますよと、いうような包み込み方をしてあげるっていうのは結構効果的かなというふうにね、思いますので、まあ、まとめるとね、今日お伝えしたこの心理トリガーで今すぐ伝える、できるやり方っていうのが、まず1個目が人は損したくない。だから、物を売りたいのであれば得よりも損不安恐怖を売れと。で、2つ目は信頼法則っていうことで、まあ、単純接触効果によって信頼っていうのは意図的に構築することができてしまうと。で、3つ目っていうのは人は大衆と同じ行動を取ろうとするというですね、まあ、話をしました。で、ぜひね、今回の内容は、少しでも日々のマーケティングに役立てていただけたらすごい嬉しいなというふうに思います。